サンマルコプラットフォームとスカウトロケットさん。マルコプラットフォームは、かつて、イタリアが、ケニア沖に所有した、洋上人工衛星打ち上げ基地である、創立者である、ルイージ・ブログリオにちなんで、ルイージ・ブログリオ宇宙センター、A、ルイージ・ブログリオスペースセンター、略称 BS、BSC、E、チェントロス・プジアイル・ルイージ・ブログリオの名でも知られる、ローマ・ラ・サピエンツァ大学航空宇宙研究センターと、 アメリカ航空宇宙局が共同で開発し、1964年から1988年まで使用された。車上は、ケニアの沖合南移2度56分18秒統計40度12分45秒、南2.93833度統計40.21250度、マイナス2.9383340.21250のインド洋上に位置し、 発射の制御は南東に位置するサンリタプラットフォームから行った BSC マリンディ南行きナイロビサンマルコプラットフォームの位置赤道のわずか南にあるイタリアの宇宙計画は1959年にローマラサピエンツァ大学にクラが創設されることにより開始された3年後の1962年9月7日イタリアは NASA とサンマルコ計画と名付けられた 宇宙研究計画に関する学術協定を締結した。NASA で研修したイタリアのチームは NASA の監修の下1964年12月16日にワロップス飛行施設でイタリア初の人工衛星サンマルコ1号の打ち上げに成功した。イタリアは国土の東方に他国の領土、領海がある。このためサンマルコ計画においては2機の 石油プラットフォームと2隻の船舶で構成される洋上基地からスカウトロケットを用いて化学衛星を打ち上げることになった。サンマルコプラットフォームは1964年から1988年にかけて使用され27機の人工衛星を打ち上げた。ナイキアパッチ、ナイキトマホーク、アーカス、ブラックブラントを含む観測ロケットをはじめとして全弾固体燃料ロケットである。 スカウトロケットで人工衛星を打ち上げた。最初の人工衛星は1970年12月12日に打ち上げられた世界初の X 線天文衛星ウフルだった。洋上基地は1990年に解体された。イタリア宇宙機関はロシアと共同で人工衛星打ち上げキスタールト1の共同運用に向けて協議している。アリエル5号の打ち上げ 小惑星糸川のクレーターの一つは、本社城からサンマルコと名付けられている。ありがとうございます。